チップ、アーロン・スタントン・メリルは、アメリカ海軍の軍人、最終階級は中将。第二次世界大戦期のソロモン諸島の戦いでの野戦において、レーダーを使うことによる優位性を示した提督の一人でもあった。チップことアーロン・スタントン・メリルは1890年3月26日、ミシシッピ州アダムズ軍ブランドンホールで、父ダンバーサージェット・メリルと、母、 シャーロット・ブランドン・スタントンの子として生まれる。祖祖父にはミシシッピ州知事を二度務めたジェラード・ブランドンがいる。メリルの愛称であるチップはジェラード・ブランドンから代々受け継がれたもので1811年のティペカヌーの戦いに由来し南軍の兵士だった父もチップの愛称を持っていた。メリルは1912年に海軍兵学校を卒業。卒業年次から アナポリス1912年組と呼称された、この世代からは、他に潜水艦部隊を率いたチャールズ・ A ・ロックウッド、海軍作戦部長になったルイス・デンフェルド、太平洋艦隊参謀長を務めた、ソック・チャールズ・マクモリス、空母任務軍を率いたアルフレッド・イーモント・ゴメリーや、デウィット・シー・ラムゼーラがいる。卒業後、メリルは、地中海方面に派遣され、 第一次世界大戦が終結する最後の月には、プリマスを拠点にしていた、駆逐艦、エールウィンの利組となり、大戦終結後の1919 19年には、イングランドのハーヴィッチで、小海帝、ハーバードの帝長を務めた。1919年後半に少佐に昇進したメリルは、地中海に戻り、マーク・ブリストル少将の幕僚となって、トルコや東部地中海方面のアメリカ海軍部隊で、 高等弁務官として勤務する。1922年1月28日には、ニューヨークで、ルイーズ・ゴティエウィズビーと結婚。1925年、メリルは、法官、エルカの官庁として、いわゆる、長報パトロールに従事した。ワシントン DC の海軍情報部に2年勤務した後、1929年6月からは、駆逐艦、ウィリアムソン官庁となる。 3年後に中佐に昇進したメリルは再び海軍情報部に勤務し、ついでヘンリエル・ルーズベルト海軍次官の下で補佐役を務めた。1935年6月、メリルは従順洋艦ペンサコーラ艦長となり、任期を得たベルギーの中米大使をアントウェルペンまで送り、その功によりベルギー政府からベルギー王艦勲章を授与された。 1936年6月、メリルは第8駆逐隊司令となり、駆逐艦、バリーを機関とする。翌1937年5月からの1年間は、在サンティアゴのアメリカ大使館付海軍部官を務め、チリ海軍の艦艇に同乗して、広範囲に活動し、チリ海軍艦艇発のホーン岬巡行に立ち会った、功績によって、チリメリット勲章を授与された。 1938年から1939年にかけては海軍大学校を受講して大佐に昇進し、1939年から1940年には太平洋艦隊駆逐部隊司令として駆逐艦、サマーズを機関とした。その後はチュレーン大学において海軍学と戦術の教授を務め、1942年4月には新英戦艦、 インディアナの初代艦長に就任。インディアナ艦長としては、ガダルカナルの戦いの後半に参加した、軽巡洋艦、モントピリア。1943年1月25日、少将に昇進したメリルは、ウィリアム・ハルゼー大将の南太平洋部隊指揮下の第68任務部隊司令官となって、軽巡洋艦、モントピリアに、正気を翻す。 モントピリアの元上院ジェームズ・ジェフ・エイーは着任したメリルの第一印象を元気いっぱいの人だった。40代だろうけれどなかなかハンサムでもあった。としている。第68任務部隊司令官としての最初の任務はインディアナ艦長時代に引き続いて最末期となったガダルカナルの戦いの支援に従事することであった。モントピリアに着任して わずか2日後の1月27日には、ロバート C ・ギフフェン少将率いる第18任務部隊を支援するためにエファテ島を出撃。1月30日のレンレル島沖海戦では、ギッフェン少将の第18任務部隊が、被害常時少佐率いる第701海軍航空隊の攻撃を受けて、従順要関市カゴが沈没し、支援に当たっていたモントピリアにも魚雷が命中したが、 不発に終わった。ところで、ガダルカナル島の戦いも終末期に差し掛かった1942年11月末、アメリカ軍は、ムンダに日本軍が新たな飛行場を建設中であることを知る。ムンダとガダルカナル島の距離は175マイルで、ガダルカナル島最奪回やアメリカ軍の進撃を、妨害するには好敵地であった。冷戦のガダルカナル島上空での行動時間は、 大幅に伸び、爆撃機も従来以上の量の爆弾を搭載して、ガダルカナル島を爆撃することも可能となる。実際には、日本軍がムンダでの飛行場建設に乗り出したのは12月1日からで、第一期工事は2週間ほどで終了した。また、コロンバンガラ島でも1943年1月、上旬から飛行場建設を開始する予定だった。当然、 アメリカ軍からしてみれば、ムンダの基地が本格稼働し、コロンバンガラ島の飛行場も使用可能となった暁には相当な脅威となる厄介な存在と判断されていた。ハルゼーは1943年に入り、水上部隊にムンダとコロンバンガラ島への艦砲射撃を繰り返し行わせ、同時に爆撃や航空機による機雷投下も行った。メリルの 第68任務部隊は、ウォルデン・エル・エインズワース少将の第67任務部隊と交代で、ムンダとコロンバンガラ島への艦砲射撃を夜間に行っていたが、ガダルカナル島をめぐる海戦に登場した臨時編成の任務部隊とは違い、野戦を得意としていた日本艦隊によりよく対抗できるよう、レーダーに関する知識を学び、常にまとまって訓練と行動を繰り返した結果、 金星が取れた部隊となっていた。3月5日深夜から3月6日未明にかけて行われたビラスタンモアヤ戦はメリルの霊明を高めた戦いである。定期便のためにコロンバンガラ島近海に向かっていたメリルの第68任務部隊はコロンバンガラ島への輸送任務を終えて基礎についていた駆逐艦、サメとミネグモをレーダー射撃による一方的な戦闘により撃沈し、 さらに、コロンバンガラ島の海岸部にある日本軍の軍事施設と兵舎、滑走路、砲台を目標に十6分間に及ぶ艦砲射撃を実施して目標は徹底的に破壊された。フェイイ曰く、メリルはこの一連の戦闘で挑戦を楽しんでいるようだった。メリルは戦闘報告をハルゼーに送ったが、報告は何かの間違いで、フランクリン・ルーズベルト大統領や、 南西太平洋軍司令官、ダグラス・マッカーサー陸軍大将にも届けられた。この海戦の意義は、レーダーを活用したアメリカ艦隊が、日本艦隊との夜間の水上戦闘において、初めて干渉劇を収めたことにある。レーダーを使った夜間の水上戦闘としてはこれまでに、1942年10月11日のサボ島沖海戦で、 ノーマン・スコット少将がレーダー射撃を行って日本艦隊を追い返し同年11月30日のルーンガ沖ア戦でもカールトン・エイーチ・ライト少将がレーダーによって棚から愛蔵少将の第二水雷戦隊を探知して対局的には戦略的勝利を収めていたがこの二つの海戦では戦法のつたなさなどもあってアメリカ海軍側にも少なからぬ損害が出ていたメリルは ビラスタンモアヤ戦において初めて、味方に一辺の損害を被ることなく、敵を打ち果たしたのである。ビラスタンモアヤ戦後メリルの第68任務部隊は、第39任務部隊に故障が変わったが、相変わらずムンダショートランド諸島への艦砲射撃を繰り返した。しかし、不思議なことに、メリルの第39任務部隊と、 日本艦隊との戦いは1943年11月まで起きなかった。一方、エインズワースの任務部隊は、クラワンヤ戦とコロンバンガラ島沖海戦で、日本艦隊の機関を撃沈したものの、自らの任務部隊も軽重妙館、ヘレナの沈没などで大きな損害をこむり、戦力としては事実上が解した。また、 中部太平洋方面での作戦が本格化して、主だった艦艇が中部太平洋方面に回ったため、この時点でメリルの第39任務部,部隊はソロモン方面で唯一の有力艦隊となった。フィッチから海軍十字章を授与されるメリルメリルが日本艦隊と再び戦う戦場はブーゲンビル島近海であった。 ブーゲンウィル島の戦いのため10月31日未明に、つらぎ島を出撃した第39任務部隊は、翌11月1日にブカシ島とショートランドを、艦砲射撃して、エンプレスオーガスタ湾に上陸した味方部隊の援護を、務める。日本海軍は、上陸部隊を攻撃するため、大森センタ太郎少将を率いる連合襲撃部隊を、差し向けた。第39任務部隊は、 艦砲射撃と空襲回避で燃料をかなり消費し、しかもほとんど睡眠もとっていない状況ではあったが、メリルは大森の日本艦隊を迎撃するため、完全と第39任務部隊の諸艦艇をエンプレスオーガスタ湾港に展開して待ち受ける。11月1日深夜から11月2日未明にかけて行われたブーゲンウィル島を機械船において、メリルは限られた戦力を あくまで温存するため、慎重な戦法で日本艦隊の撃退に全力を注いだ。巡洋艦隊に定時戦法で迎撃させ、駆逐隊には日本艦隊の横腹をつかせた。戦闘はおおむねメリルの構想通りに進んだが、日本側が照明弾を投下して、レーダーの効果を半減させ、また日本艦隊の砲来撃で軽巡洋艦デンバーが被弾。 駆逐艦フーートが開い大破するなどし、メリルは煙幕を張って、機体を命じる。これを大森が、数隻の米従順を撃沈したと錯覚して、同じように機体を命じ、日本艦隊は、上陸部隊に一死も触れることなく、戦場を去っていった。第39任務部隊は、軽巡洋艦、川内などを撃沈して、日本艦隊を追い払い、上陸部隊を守るという任務を、全うした。 大森は解任され、小詰めでやってきた、栗田竹雄中将の艦隊も11月5日と11日のラバウル空襲で大きな損害を受けて退散し、ブーゲンビル島の戦況はアメリカ軍優位で進んだ。12月11日、メリルはビラスタンモアヤ戦の先行により、軍交渉をブーゲンビル島を機械戦を含むブーゲンビル島の戦いの先行により、 海軍十字章をそれぞれ受章した。モントピリアの完備で、ハルゼーの代理であるオーブリー・フィッチ中将から、勲行章と海軍十字章を授与されたメリルにとって、1943年12月11日は、記念すべき良き日となった。メリルはその後も1944年3月26日に、モントピリアを去るまで、第39任務部隊を指揮し続け、 スロットで一石も失っていない日米双方で唯一の提督としてその名声をさらに高めた。メリルは後年太平洋艦隊司令長官だったチェスターに三つ原水によりレーダーを駆使した野戦戦法をうまく吸収して今度の戦争の改戦を最も巧みに戦った三名の指揮官の一人としてベラワン野戦の発射フレデリック・ムース・ブラッガー中佐 ベラワン野戦での戦法を立案し、セントジョージ岬沖海戦の覇者でもある、アーレバーク大佐と並んで称賛された。もっとも、ブーゲンウィル島沖海戦については、戦術上の協議と、その実行が適切であった点は称賛したが、レーダー射撃の精度と、目標配分の点がマイナスであったと指摘した。第39任務部隊を離れたメリルは、水上戦闘からも離れ、 1944年6月15日から1945年4月23日までは海軍省の広報担当ディレクターを務める。また、サンティアゴで開かれたアメリカ・チリ両政府代表による防衛対策会議にアメリカ側代表団の一人として参加した。メリルはイギリスに代わってチリにおけるアメリカ海軍の立場を広げる役割を果たし、この働きによって 以前受賞していたチリメリット勲章の投球が上級士官に格上げされた。1946年6月、メリルはニューオーリンズの第8海軍区司令官を数ヶ月間務め、その後はガルフ沿岸部隊司令官を退役の時まで務めた。1947年11月、メリルは海軍中将に昇進して退役した。退役後はルイーズと共に ニューオーリンズからナチェズに移り住み、1961年2月28日に70歳で、亡くなるまでルイーズと共に余生を過ごした。そのルイーズも、メリルの没した後の1967年に、亡くなった。海軍兵学校の卒業年次に換算すると、山口多門、うがきまとい、福留茂、大西多喜次郎らを排出した40機に相当する。ありがとうございます。